はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ダミスキ団電磁気学部アニメ若研究室 YouTube パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回はこちら、じゃじゃん。買っちゃいました。お前キャンプしねえだろって言われたらもう本当その通りでございます。はい。はい、ゆるキャンキャンプ道具ということで、宝島社様からね、出ました、キャンプ道具とかね。まあ、ゆるキャンに出てくる道具を、ありとあらゆるものを紹介するという、雑誌になっております。まあ、ゆるキャンに出てくるもの以外にもね、ちょっとは出てくるんですけど、まあ、ほぼほぼゆるキャン、なんかね、ほら、こういう、キャンプ雑誌とか言うと、ほら、ありとあらゆる、ほら、メーカーとかいろんな種類出るじゃないですか。かなり厳選されてる。もう、ゆるキャンに出てくるものだけとかね。そのメーカーのとかね。はい。でもね、意外とね、私ね、このローテーブルとか持ってるんですよね。なんでかっていうと、5月のね、自粛期間中に、外に出れないわけじゃないですか。で、まあ、日の光当たらんとなと思ってね、こう、ベランダにこう、このなんか、1,000円ぐらいの、1,000円、2,000円ぐらいのね、安いこのローチェアとローテーブルをね、ベランダに出して、午前中ね、午前中はよく日が当たるので、ね、午前中だけ出るとかいうのやってましたので、これ持ってるんです。で、何を土地狂ったのか、去年の台風に、備えて、何を土地狂ったのか、これを持ってるっていうね、これと湯を沸かすものとね、で、カップ麺だけ持ってるっていう感じで、今防災カバンに突っ込んでますけど、まあ、なので、あとは、まあ、テントとシュラフさえ買えばっていう、っていう状態なんですけど。はい。まあ、あとはね、仲間内でね、最近ちょっとキャンプにハマってる人がいてね、みんなでキャンプ行こうぜとかね、みんなで北海道にワカサギ釣り行こうぜみたいな話を、していたのもあってね、ちょっと、キャンプ、まあ、あとね、ゆるキャンだということで、ちょっとゆるキャン熱が今、また上がってきたので、買いました。このね、人気コミックに、見えないのか。人気コミックに登場する147って。いやー、すごかった。本当にコミックのね、なんだろう、単行本持ってる人は分かると思うんですけど、この単行本の表紙とか、カラーページにあるイラスト1枚の中に置いてある、はい、この一部分みたいなね。はい、この道具みたいな。見直さないと分かんないみたいな。そんなものまで、こと細かに、書かれてますけど、結構ガチめに内容書かれてます。ちょっとまだね、なかなかのボリュームでね、アフロ先生がね、各、何をお金かけたらいいかとかね。まあ、シュラフとなんかシートには、グランドシートにはお金かけてくださいみたいな、ことを言われてたので、まあ、そういうのが、しっかり、意外としっかりと書いてます。で、まあ、内容どんなんかってこう見せるわけにいかないので、一応、じゃじゃん、宝島のね、ツイッターの方でね、ちょっとだけ中身紹介されてます。よし、こんなんですよとかね、こっち先見せろやって気がしちゃうんですけど。で、まあ、で、シマリーのね、ソロキャンでね、必要なものがこうありますよ、と。マグカップと、ボトルとね、コッヘルとバーナーですよ。で、まあ、コッヘルとバーナーってこれですね、コッヘルとね。バーナー見えるかな？バーナーとかね。まあ、こんな感じで、紹介されてます。で、リンちゃんの装備とね、ね、こんなことができますよ、とかね。で、あとは、そうですね、バーナーがね、外の、メーカーでこういうのがありますよとか。で、まあ、こういうね、安定する一体型のもあれば、よくある、なんか、なんていうの、なんだっけ、CB 缶でよかったっけ？どっちが CB 缶だっけ？ごめんなさい。まあ、よくある、あれですよね、お鍋とかのガスコンロに使えるタイプとかね、こういうのがありますよっていうのを結構細かく、やってますね。この岩谷の、殺人スリムとかね。これね、去年のね、台風来る直前のアマゾンで売り切れだったんですよ。みんなせこいね。はい、まあこういう感じでね、こんな、各キャラ誰がどれを使ってるかっていう風に、紹介されてます。で、まあそれぞれどういう風に特徴があっていいのかとか、どんな風に使えばいいのかっていうのを結構書かれてて、で、まあ、やっぱりあれですね、漫画を、ベースに、漫画がベースかな？で、描かれているので、やっぱりどういう風に使えばいいのかっていうのが一目瞭然っていうのが分かりやすい点はすごく良かったかなって思います。この雑誌。でね、何よりもね、これを見てて、ゆるキャンの強さっていうのがね、ほんとよく分かった。ここに出てるキャンプグッズ以外もいっぱい紹介されてるんですよ。料理の話だとかね。あとはキャンプに行くために足がいるじゃないですか。じゃあ、
足何があるかって言うと、このキャラが乗ってるそれぞれのバイクとかね。だから、リンちゃんだと、ビーノとかね。で、次に出てくる、次、これ、次の、2期に出てくる、で、多分3期もやるだろう。3期にも出てくる、その、なでしこをね、静岡時代の友達が出てくるわけですよ。で、彼女が乗ってるのはまたホンダのエイプだったりとかね、するわけですね。で、おじいちゃんが乗ってるバイクだとか、で、あとは車、先生が乗ってる車、お姉ちゃんが乗ってる車とかね、それぞれが全部紹介されたりだとか、だから、で、あとは自転車か、なでしこが乗ってる自転車は何なのかとかまで、これまで特定班が特定していたやつが全部もう凝縮されて紹介されて、あー、ゆるキャンってすげえな、波及効果でけえな、みたいな。いや、本当にね、びっくりするからいろんなものをね。いや、本当にね、ちゃんとキャンプ雑誌になってるのよ。いやー、ゆるキャン怖えー、みたいな。買わせるだけ買わすことができるっていうね。素晴らしくよくできてる、雑誌であるとともに、ゆるキャンが、まあ、売れた理由、ね、売れることによってゆるキャンが影響を及ぼす範囲の広さっていうのがすごいな、と。改めて思いましたね。これは見事な派遣アニメ。で、なんだろう。さっきツイッター見たらなんか、これやったの3年前ぐらいですか。もうちょい前なんか、ねえ、ここまで来るかぐらいの、勢い衰えない、作品だなっていう感じですね。で、まあ、そして裏表紙ですね。書いてますね。名言が。お前ら雑誌読んで満足すんなよ。道具は使ってなんぼなんだからさ、とね。こういうガジェットオタクにも刺さるような。名言が書かれている雑誌になっております。まあ、1250円、なかなかのお値段でしたけれど。ちょっとね、これを見ながらね、まるでキャンプに行った気になって、満足しようかなと思っております。はい、ということでね、このチャンネルは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組、ポッドキャストの宣伝 YouTube チャンネルになっております。これまでコミックマーケットで配布しました、全部じゃないけどね、去年の、配布分の2019年のラジオの方がブースの方で、ダウンロード販売してますので、ね、よろしければ視聴だけでもしていってください。ということで、どうもありがとうございました。あ、お前頑張ったねと思っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。